気になるっていうお話があったので、はいはい、足の方に座った状態で、はいはい、やらせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。もう右がもう全部やばいですね。右がやばいです、はい、もう腰も右側が、はい、この辺、はい、ここ今手で押さえられたり、そうですね、この辺ですかね。お尻の上あたりですね、はい、ここがちょっと痛いというか時あります。ちょっと足まっすぐからいいですか。はい、ちょっと足冷え性ですかね。ああ、確かにそうですね、はい、ちょっと指先末端は冷たくなりがち、冷たくなりがち、はい、はい、すぐ分かるんですか、はい、そうですね、ちょっとやっぱり触って冷たいです。右足の方が硬いですね、ここ内側に入りにくい、左の方が。ああ、そうですね、はい、あ、うわ、可動域がちょっと違いますよね。こっちの方が柔らかくて、そうですね、あ、こっちの方が上がっちゃいますね、全然違いますね、はい、若干で左の方が長いですね、右の方が短くなってますね。あ、足がですか。うん、あ、あのかかとの位置がこっち、ちょっとほら分かりません。本当だ、ちょっと長さありますよね、はい、こっちの方が、はい、多分でここ膝が上がってるんですよね。上がってる、膝の高さ、ここ要は膝裏が短い、あ、膝裏が伸びてる、多分これでやった時に、はい、こっちの方が上がりやすくて、あ、はいはい、そうです、まあ、なるべく膝伸ばしたままですか。っていうのが多分突っ張りやすい、膝裏の突っ張り感っていうことなんですけど、はい、膝が曲がってるんですよ、要は曲がってる、今伸ばしてるんですけど、はい、膝裏が硬くて、はい、右足のが膝が上がってるから足が短い、に見えますね。なるほど、はい、あ、そういうことなの。そういうことだと思われます。ここほら高いじゃないですか。あ、はい、あ、そうですね、確かに、はい、この高さが違うわけじゃなくて、ここが上がってるからちょっと曲がっちゃってるんですよね。で、あの弱い側の方が短くなりがちなんですよ。あ、そうなんですか。重心かけてたりとか、はい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 、足組まれる習慣とかありますか。あ、ありますね。右足が上ですね、はいはい、そうですね、はい、だからこう曲がる、屈曲が強くなるんですよ、右足曲げる。でも辛いから上げたくなるんですよ。右の方が痛いとおっしゃったじゃないですか、はい、だからまあその少しでも楽にしたくて体に寄せるっていう風に、あ、なるほど、なることが、まあ、上げるってこと、組むってことになるんですけど、そうですね。あと、まあ、おそらくこうとかも痛いと思うんですけど、これもだからちょっとこっちからよいしょ、こっちもしますね、はい、こっちの方が、まあ、これも痛いと思うんですけど、はい、まあ、右に比べると左の方がマシだなっていう感じだと思うんですよ。そうですね、痛さ加減が、はい、なんで、まあ、ちょっと左の方がまだ状態がいいみたいなので、左を先にちょっとやります。はい、ちょっと足ですいません、はい、結構痛いですよね。痛いですね。血流が悪いこととか腰が悪い方って、はい、足も状態が良くないので、あ、はい、ここ足もやってあげる必要があって、ここら辺ね、痛いんですけど、これ、こことこっちだったら、はい、こっちの方が痛いですかね。ちょっと待ってください。どっちも痛い。うわ、
いですよね、やっぱりね。硬いですね、確かに体めっちゃ硬いですよね。痛いですね。これ何かいっか、結構 この外もね痛いですよね。これやっとくと、はい、意外と腰が楽になるんで。あ、そうなんですか。はい、ちょっと多分伸びてますか。はい、伸びてます。結構痛いですかね。痛いですね。膝裏がね、やっぱ硬いんです。膝が痛いです。指先ですね。いってって。うう
ぐっ、これ歪みが取れて、はい、はい、あの楽になりますから、はい、硬いですよね、こことかだと。うお、結構足ってこう体の関節とも関係するんで、はい、体の関節が硬いってこと、足も硬いんで。あ、そうなんですか。そうです、足から。うわ、飲みますか。はい、はい、飲みます。うわー、ですはい、6ですね。内側に入れる動きが多分6になってるんだと思うんですけど、はい、うん、で長さ揃ってますよね。え、本当ですか。うん、お、本当だ。ピタッと合いますよね。お、すげー、うん、痛いですね。痛いのは痛いんですけど。これでちょっと腰様子見てみてもらえますか。はい、あ、あれ6っすね。多分、はい、お、すげえ、腰も楽になってると思います。はい、はい、いつもここら辺がずっとグワーって痛い感じがついてるんですけど、はい、お、今全然、はい、痛み軽くなりました。軽くなりました。っていうか、はい、全然スムーズに。はい、すごい。あ、楽です。はい、よかったです。軽い、全体的にこう軽くなったっていうか、はい、これ伸びた感じですよね、見た目にも。はい、はい、姿勢良くなってますね。うわ、すごい。はい、ありがとうございます。こんな変わるんだ。あとちょっと深呼吸してもらって。あ、ちょっと呼吸の感じどうですか。ちょっとあの、はい、奥っていうか、はいはい、ここからスーッて奥まで深く吸える感じが、はい、はあ、なんかいつもよりこう、もう一回ちょっといいですか。はい、今取れてますね、ほとんど。あ、そうですね、滑らかになってなんですよ。さっきこうもうこう滑らせるだけで、はい、ゴリゴリしてるなって感じで、はい、痛いっておっしゃってたんですけど、痛いと思うんですけど、なんか息苦しさとかを感じちゃうことないですか。息苦しさ、あ、でもありますね。はいはい、結構あの寝る時とか、はい、寝づらいというか、はい、まあ、痛いけど痛気持ちいいぐらいっていうか、そうですね、多分、はい、気持ちいいです。そんなに、ね、ないですよね。はい、ゴツゴツした感じがなくなってるので、で背中も自然に伸びてる感じ。はい、すごい、ありがとうございます。はい、さすが。いえいえ、さすが。いえいえ。ありがとうございました。はい、じゃあ、ごちそうさまです。
よろしければまた、はい、はい、ぜひとも。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。See you. See you.